皆さんいらっしゃい。パルちゃんね、胸が苦しいよ。泣いてたじゃん、パル。見てたよ、パル。いやー、釣りないと思ったけどな。胸が苦しくなっちゃったよ。お、眠い眠い。かわいそうだったよ。パルパル。あれ。なんで電話かかってきた。間違い電話か。どうした。間違い電話かパレ。今電話かかってきたんだけど、なんだってんやろ。あ、音量小さい。ナイス、ありがとう。パル、明日泣いてたな。かわいそうに。大丈夫？もしもし。もしも、見てたよ、ずっと。釣られちゃったから明日帰るね。分かった。週末、麻也子と四季さん来るから。分かった。うん。うん、ゆっくり休んでな。ありがとう。はい、じゃあね、疲れ。いや、胸が痛い。こういうことされるとな、もう変に行かせれないな。パルパルってツイッターで有名だから、もうそういうのが多いんだよ、釣りがね。人をね、かわいそうだね。俺も胸苦しくなっちゃったよ。めちゃくちゃドキドキしたしね、見てて。しかもでも一つ言うのは、やっぱりパル別れてからやっぱ面白いなと思うけど、なんか久しぶりにパルパルの放送見たなって気がする。いや、かわいそうだけど、パルパルらしい放送だったと思うけどね。うつらも4000いてたしね、ニューハーフで。俺さっきコメントで気づいてなかった？私が釣りましたって言ってるやついたんだよ。黒猫のビビっていう人、あの人がやったのかな。嘘じゃないのっつうか、あれ2人で過ごしてる時にもう私パルパルのガチ勢ですとか言ってコメントしてたよ。見たでしょ、見てる人。見なかった？あれ黒猫のビビってこういたよ、俺の枠にも。でパルの枠にもいたし、であの黒猫のビビっていう人の顔とサムネの LINE の顔が似てたけどね。あれじゃないの、犯人は。もうみんなブロックしようぜ。黒猫の黒猫漢字でビビが
アルファベットだった。でその黒猫のビビって子は今日エルマルちゃんの枠で突然バルバルパルパルが痛い目見たら嬉しいってコメントしてたらしいよ。今 NG ワードで教えてくれたけど、だからそいつエルマルの何？エルマルの刺客？エルマルが組んだのこれ裏で。ちょっと可能性低いけど。なんか同じタイミングで全員とコラボしてるのも、いやそれもしエルマルとつながってるんだったらおかしな話だよ。今俺検索してみるよ、釣ったやつ。あれふわっちで検索出てこないな。エルマルちゃんはまあしないけど、エルマルの枠でそういうコメントをしてたらしい。あれビビって黒猫で検索してみるか。確か黒猫のビビって名前だったと思うけど、名前変えたかな。ふわっち検索して出てこないな。と許せねえよ、通報したいな。通報、あれ確か黒猫じゃなかったっけ。 NG さん名前覚えてない？黒猫のビビじゃなかったっけ。ツイートしてるの？あーツイートしてるんだ。パル釣ったって黒猫ので出る。あーこの人ね、これこの人、黒猫のビビ、パルパルを釣ったミキことビビです。どうも最低だなこいつ。しかもなんか配信者、これフォロワーが地味にいるけど、こいつこれなんかできないのかな、通報か。なんかこいつせねえよ、配信者こいつ。いや来てたんだよ枠にも。気色悪い。昨日来てた女と枠で仲良かった。計画的な犯行だったんじゃない？ツイッター出してる。何が楽しいんだろうね、そんなことして。バカなの本当。ブスが。